レスは中央、その奥から飛び込んだ、決まった、高橋秀人、鳥栖が先制です。倒れ込むようにヘディングシュート、高橋秀人、いやー、期待で気持ちでねじ込んだね、ヘディングですよね。前半同様コーナーキックを橋岡選手がついたと思うんですけども、ここで、いやー、そうですね、思いましたが、その奥に高橋秀人、ここで気持ちで、うわー、本当もう何か形とかではなくですね、もう体勢運ではなく、もうそうですね、気持ちで行きましたね。なんかこれ小野もちょっと当たってるのかなって見えないこともないんですが、はい、それぐらい2人折り重なるように、いや素晴らしいコースになりましたね、はい、いやー